はい、マーシャル1959ハンドワイヤード2005年製です。こちらは、お客様のご依頼によりマスターボリュームの増設、毎度おなじみのポストフェーズインバーター方式のマスターボリュームの増設と、冷却ファンの増設をしております。冷却ファン、例によって DC 駆動で、静かなファンを回しております。ちょっと風が緩いように感じますけれども、これぐらいの熱量でしたら十分冷やせるものとなっております。ファンは後部に8センチのものを2機つけております。では、マスターボリュームの成果の方も含めて弾いてみたいと思います。ギターはハンバッカーのノータストラトタイプ、リンクしていて、ボリューム1が、8ぐらい、ボリューム2が 7.5 ぐらい、各コントロールは5、5、5という感じです。正面の方にマスターボリュームつけております。プレゼンスは背面に移設してあります。マスターボリュームは、2ぐらいです。では弾いてみましょう。キャビネットは、ヴィンテージ30の乗った 1960A です。ノイズもなく、綺麗に仕上がったと思います。もうしばらくチェックの上お届けしたいと思います。ありがとうございました。